国道254号線春日通りを湯島駅から上り徒歩5分東京都文京区湯島に臨済宗妙心寺派の寺院天沢山臨清院があります。江戸時代寺域の周囲に川たちの生き垣を巡らせていたことから通称川立寺と親しまれ、夏目漱石の小説三四郎や森鴎外の小説雁木も登場しています。しかし川立の生き垣は明治20年頃からのたびたびの道路拡張などにより姿を消しています。東洋大学の創設者井上円了が明治20年1887年に哲学館を創立した東洋大学発祥の地としても知られており、境内には創立100周年を記念した東洋大学発祥の碑が建てられています。臨清院は三代将軍徳川家光の乳母を務め、大奥の最高権力者になったといわれる春日の局の菩提寺です。寛永元年1624年三代将軍家光公の大命により春日の局の院政所として宝厳山天沢寺と号し創建されました。寛永20年1643年春日の局が亡くなった後、家光公の命により彼女の法号をもって天沢山臨清院と号するようになりました。春日の局は幼名を福といい、天正7年1579年明智光秀の重臣斎藤利光と稲葉道明の娘尾庵の間に生まれました。天正10年1582年山崎の戦いで敗れた利光が処刑された後、母方の一族である稲葉重道の幼女として育てられました。文禄4年1595年、17歳の頃に重道の養子稲葉正成と婚姻しますが、正成の浮気を妬んで離縁をしたそうです。しかしその後も彼女は稲葉家の家紋墨切折敷に3文字を使用し続けました。慶長9年1604年三代将軍家光公幼名竹清の乳母に任命され、弟の忠中幼名国松と対立のあった家光の将軍職就任の補佐に尽力。家光政権においては男色癖のあった家光に次々と側室をあてがい、世継ぎとなる男子の誕生に貢献したほか、諸大名と家光との間を取り持つ役目を務めることで幕政にまで大きな影響を持つようになりました。春日の局の献身を表す話として、伊勢神宮参拝を口実に駿府城の徳川家康に家光を将軍にしてもらいたいと直訴した春日局の抜け参りや、
家光の大病の際に将軍の病が平癒したら、今後私が病気になっても絶対に薬を服用しませんと東照大権現に祈りを捧げ、家光の病気が回復した後、局は終生薬を服用しなかったという有名な逸話があります。寛永6年1629年、将軍の病気が平癒したことをきっかけに、福は京都の御所へ参詣。御水納天皇より天杯を頂戴し、春日の号を賜りました。彼女が中宮から拝領した黄色の袴は、武家社会における皇位の格式を表すものであり、白衣に火袴の姿は春日の局を象徴する姿として今も知られています。寛永20年1643年9月14日、春日の局は65歳で亡くなり、この臨床院に葬られました。境内の高台には春日の局が眠る墓所があります。墓石台石には四方に穴が開いており、これは死して後も天下の聖堂を見守り、これを直していかれるよう黄泉から見通せる墓を作ってほしいという春日の局の願いによるものです。墓石に穴が通っていることから願いが通ると信じられ、春日の局の強運や玄徳にあやかろうとする人々が密かに参詣していました。彼女が呼んだとされる時世の句が残されています。西にいる月をいざない、のりを経て今日は固くをのかれぬるかな。固く、すなわち現世からようやく逃れ、極楽浄土のある西の方へようやく入れるという時世の句からは、将軍の乳母や大奥総取締役という退任を果たし終えた春日の局の生涯にわたる苦労のほどが伺えます。臨床院では毎年10月14日に春日期として春日の局の法要が行われています。波乱の生涯をたくましく生き抜いた春日の局の眠るこの地を訪れ、その生涯に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。